ロサンゼルスイコール住井康介、プロ野球日本ハムの大谷翔平選手、23が米大リーグに移籍するために、必要なポスティングシステムの新協定が1日発行し、メジャー球団との交渉が始まることになった。11月29日にロサンゼルス入りした大谷選手は、代理人のネズバレロ氏と打ち合わせを行っているとみられるが、代理人事務所などで姿を見ることはできなかった。投打の二刀流という注目度の高さから米国メディアでも話題となっている大谷選手。メディカルチェックを受けるとみられるロサンゼルス国際空港近くのカー南上部整形外科クリニック前には日本の報道陣が待機していた。当クリニックはトミー・ジョン手術と呼ばれる肘の靭帯再建手術を考案した医師、フランク・ジョーブ氏にちなんだ病院で、ヤンキースの田中将大投手もここでメディカルチェックを受けたとされる。を待っているんだ。大谷、移籍先はどこになった？通りかかった男性が、関心深そうに記者に尋ねてくるなど、一般の関心も集めているようだ。続きを読む。